どうも、中堅ですさあ急遽ねカメラの方を回してるんですけどこの動画はですねノーカットノー編集でいきたいなと思いますえー、まあ話題としてはですね、まあ、2014年から2016年までバンホール甲フにね所属していた稲垣選手がですねこの度ね A 代表に選ばれたということでね いや、非常にね、嬉しいですよね。うん。確か、3日前ぐらいかな。そう、日本代表に選出されたのをね、見てね。まあ、僕、ヴァンホレコフのツイッターで知ったんですけど、そこにね、代表進出って書いてあって。でね、えー、稲垣選手はですね、えー、現、ヴァンホレコフのね、GM である佐久間悟氏にね、 日本代表に選出しましたよというね、LINE のメッセージを送ったというね、そのこともツイッターに載っていましたけど、いやね、非常に嬉しいですよね、こうやってヴァンホレコーフでね、キャリアをスタートして、でね、サンフレッチェに行き、名古屋に行きということになりましたけど、まあね、そのなんか一番最初にヴァンホレコーフに所属してくれたのも、 嬉しいし、ね、そこから羽ば,たいて、ね、羽ばたいてくれたのが非常に嬉しいですね。まあね、えー、伊東純也選手と、ねえー、佐々木翔選手もバンホリコフから、ね、キャリアをスタートさせて今、ね、もう日本代表の一員として活躍していますしあの、ね、今回の稲垣選手もです、ね、本当に。 期待してほしいなと思います。すごくね、興奮に所属していた時とね、あの、プレイスタイルが変わって、今はね、なんかミドルシューターみたいになってますけど、この前の J リーグ、すっごいゴール決めてましたよね。敵のパスミスを <laughs>、あんな強いシュートを打てるんだって僕自身思ってましたね。 興奮の時にはね、献身的にピッチを走り回って、ね、守備に貢献してた選手だと思ったんですけど、すごくね、プレスタイルの変貌を遂げたね、稲垣選手でございます。でね、今日のね、夜の4時20分からね、日韓戦、日本対韓国の試合がね、行われるわけなんですけどね、この試合に稲垣選手は果たして出るのかね、これが一つの、 稲垣選手のね、稲垣選手じゃないわ。一つのね、鍵になってくるかなと思いますよね。まあ皆さん今日のね、日韓戦、僕はね、もちろん、見たいなと思います。はい。でね、この動画も、そのね、まあ今日とか言ったからあれですけど、そのね、当日に撮ってるんで、うん。で、この後ちょっと YouTube の方に、 載せようかなと思っすいませんね、この動画だけちょっとね、ノーカット、ノン編集で活かしてください。でね、なかなかヴァンホーコーフの動画もね、載せられてなくて、本当に申し訳ないです。ちょっとね、あの、仕事の方が立て込んでて、申し訳ないんですけど、まあね、また載っけていくんでね、えー、そこのところ皆さんよろしくお願いしますということで、 今日はね、こんな感じですかね。はい。うん。皆さん頑張りましょう。どうもご視聴ありがとうございました。